1945年4月時点での配置図、フォアンカーはアドルフ・ヒトラーとその護衛、使用人が使う一時的な防空壕として設計されたドイツ・ベルリンの地下コンクリート施設である。ドイツ語でフォアという窃盗詞には前面の手前のという意味が存在し、バンカーは防空壕や延滞壕を指す。フォアンカーは1936年に 相当官邸を増築して作られた巨大レセプションホールの地下にあった。地下号は1943年まで相当官邸防空号との正式名称だったが、この年1回下に相当地下号が増築され解消されている。フォア文化という新名称は相当地下号の手前にある二重施設というニュアンスとなった。1945年1月16日に、 ヒトラーが相当地下号へと移住したのに引き続き、マルティン・ボルマンやヨーゼフ・ゲッペルスをはじめとしたヒトラーの側近たち、エーハ・ブラウンとヨーゼフ・ゲッペルスも相当地下号へと移った。しかしながら、マクダ・ゲッペルスとゲッペルス家の子供たちはこのフォアブンカーへと転入した。ゲッペルス家の8人は1945年5月1日にフォアブンカーで死亡した。 第二次世界大戦後、総統官邸と共に、地下号も取り壊された。1933年、アドルフ・ヒトラーは、総統官邸が手狭になったと感じたことから、増築を決定した。1935年7月21日、レーオン・ハルト・ガルは武闘室としても使える、巨大レセプションホールを古い官邸の上に建てる、計画を提出した。設計図は、 大きな貯蔵庫が1.5メートル下の地下号へとつながる独創的なもので、この地下号が後にフォアブンカーとして知られることになった。フォアブンカーの屋根の厚さは1.6メートルで、近くにあった空軍省の地下号と比べ2倍の厚さだった。また、地下号の厚い壁は上階にあったレセプションホールの重さを下支えすることになった。地下号の入り口は北側、西側、 南側の3カ所だった。建設は1936年に終了し、1つの回廊から12の部屋につながる構造となっていた。フォア文化の1階下に作られた相当地下号は、ベルリン地下建設に関する大規模計画の一部として、ホーホティーフ社によって建設された。工事は1944年までに完了し、フォア文化とは直角の階段でつながれた。 二つの地下号は階段の跳ね上げ度と鉄壁によって行き来を遮断することができた。相当地下号は旧総統下運転の約8.5メートル下にあり、フォス通り6番地にあった新総統下運転の北120メートルであった。相当地下号はフォアブンカーの2.5メートル下でこの建物の西側から南西側に広がっていた。戦況が悪化するとヒトラーは、 相当地下号へと移住し、1945年2月までには、相当官邸から持ってきた高価な家具や額縁に収められた油絵が並ぶようになった。相当地下号とフォア文化の3次元モデル1945年、ベルリンの地図に示した、地下号の1ベルリンうちの1地図相当官邸を含む、ベルリン中央省庁地区での最初の防空演習は、1937年秋に、 行われた演習ののプロトコルには以下のような記載がある防空演習を行うために、ビルヘルム通り77番地、ビルヘルム通り78番地、フォス通り1番地の3つの建物では、精密な統制が求められる、ビルヘルム通り78番地とフォス通り1番地の職員と住人は、ビルヘルム通り78番地とフォス通り1番地の代替シェルターに入れる。 ビルヘルム通り77番地、相当官邸住宅の住人は、武闘場家のシェルターを使うことになる。ビルヘルム通り77番地に住んでいたのは、ヒトラーとそのボディーガードたち、副官たち、当番兵たち、メシスたちだけだった。1945年1月以前に、フォアブンカーが使用されていたかどうかは定かでない。ヒトラーは1945年1月16日に、 相当地下号へと本部を移し、個人秘書や全国指導者、マルティン・ボルマンなど側近たちとともに、同年4月末まで、ここで生活した。ヒトラーの移住後、フォアブンカーは、多くの軍将校やヒトラーの個人的ボリガードが使用するようになった。ベルリン市街戦が始まった1945年4月には、ヨーゼフ・ゲッペルスが一家でフォアブンカーへと引っ越し、 ヒトラーへの強い忠誠を見せた。ゲッペルスは相当地下号の一室を使用したが、そこはその直前までヒトラーの主治医、テオドール・モレルが使っていた部屋だった。フォアカーの二室が食料供給のため使われ、ヒトラーの料理人、栄養士を務めたコンスタンツェ・マンツヤ・アリーは冷蔵庫とワインコを備えた、この建物のキッチンで調理をしていた。 1945年5月1日夕方、ゲッペルスは、親衛隊の司会、ヘルムート・クンツに依頼して6人の子供たちにモルヒネを打たせ、意識を失った彼らの口の中で、シアン化物のアンプルを壊して殺害した。後年クンツが語ったところでは、彼は子供たちにモルヒネを注射したが、実際に、シアン化物を口に入れたのは、ゲッペルスの妻で、 子供たちの母親だったマクダ・ゲッペルスと SS の親衛隊中佐でヒトラーの主治医だったルートビヒ・シュトゥンプフェッカーだったという。その後、ゲッペルス夫妻は地上へ上がり、相当地下号の非常口を通って相当官邸の爆撃された庭へと出た。この後何があったのかについては、複数の異なる証言がある。ある証言によれば、ゲッペルスは妻を銃殺してから自分も撃ち抜いた。 別の証言では、夫妻が互いに、シアン化物のアンプルを噛み砕いてから、ゲッペルスの副官だった SS のギュンター・シュベーガーマンが、即座に、情けの一撃を放ったという。シュベーガーマンは1948年の証言で、夫妻がシュベーガーマンの前を歩いて、階段を上り、相当官邸の庭に出たと証言した。彼は、吹き抜けで待ち、その後、銃撃音を聞いたという。 シュベーガーマンは、その後、階段を上りきり外に出て、絶命した夫妻の遺体を見たという。ヨーゼフ・ゲッペルスの事前の命令に従い、シュベーガーマンは、SS の兵士に、ゲッペルス夫妻が死んでいるか確かめるよう言った。兵士は、夫妻の遺体を撃ち抜いたが、どちらも動かなかった。遺体には、その後ガソリンがかけられたが、一部が焼かれただけで埋葬は、されなかった。 ソビエトは5月2日一時、第56装甲兵団からの無線連進を受け取ったが、その内容は停戦要求と、死者がポツダム橋の白い旗の下に来るというものだった。5月2日の早朝、ソビエトは、総統官邸を手中に収めた。ベルリン防衛一機の指揮官を務めていた、砲兵大将のヘルムート・バイトリングは、6時に部下と共に降伏した。地下では、 陸軍総司令部参謀本部総長だったハンス・クレープスとヒトラーの側近でもあったビルヘルム・ブルクドルフが頭部を撃ち抜いて自殺した。地下号全体の電気機械西師だったヨハネス・ヘンチェルは彼以外の全員が自殺したか地下号を脱出した後もこの場所に泊まったが、これは上海にあった相当艦艇の野戦病院で動力と水が必要だったためである。 彼は5月2日9時に赤軍が地下ごへ踏み込んだ際に降伏した。ゲッペルス家の子供6人の遺体は5月3日に発見されたが、遺体はフォア文化にあったおのののベッド内で見つかり、顔にはシアン化物中毒の証拠がしっかりとあった。廃墟と化した新旧相当鑑定は1945年から1949年にかけて、 ナチスドイツのランドマークを破壊する計画の一部として、ソビエトの手によってさらちにされた。一部区域が浸水したが、地下号はおおむねそのまま残された。1947年12月、ソビエトは地下号を爆破しようと試みたが、分離壁が損傷を受けただけに止まった。1959年になって、ドイツ民主共和国政府は地下号区域も含む、 相当間運転の取り壊しに取り掛かることにした。1974年、地下号の中から1.5メートル分の水が汲み上げられ、東ドイツのシュタージによって、フォア文化の内装調査と相当地下号の外側が行われた。ベルリンの壁の近くにあったことから、この場所は開発されることなくてつかずで、東西統一まで無視されていた。1988年から1989年の、 住居施設などの建設期間に地下号の地下区域の構造物が作業員たちによって発見された。1988年4月、東ドイツ政府はフォトジャーナリストたちにこの場所を訪れる許可を出した。この取材前には4日間かけてフォアブンカーから水が汲み出され、相当感定からつながる地下通路が使えるようになった。フォアブンカーの床は 長年水浸しになっていたことからヘドロで覆われていた。キッチンの床やワイン庫からは古い空のワインボトルがいくつか見つかった。キッチンの隣の部屋にはゲッペルス家の子供たちが使っていた二段ベッドの壊れた枠組みがそのまま残されていた。廊下の終わりには下の相当地下号へとつながる階段があった。しかしながら相当地下号は水浸しで1947年の 破壊によって、戸口の先の天井が破損していたため、記者たちはこれ以上進むことができなかった。これらの調査後、多くの部分が撤去され、地下壕は取り壊された。フォア文化の上部と外壁は最初に破壊された部分だった。地下壕があった地区の建物建設は、この周辺を無名で目立たない土地にしておくための戦略であった。相当官邸の庭にあった。 相当地下号の非常出口は駐車場へと変えられた。2007年の地下号は土地2006年6月8日、2006FIFA ワールドカップの準備中に地下号のあった場所を示す案内板が設置された。地下号の内部地図が描かれたこの案内板はポツダム広場から数分の小さな通りの交差点にある。ヒトラーのボディーガードで彼の自殺時に地下号で生活していたローフスミッシュは 案内板の設置式典に出席した。ありがとうございます。